ビジネスに役立つ方の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の真田直樹です。本日は酒井大輔さんの書かれました。ワークマンは商品を変えずに売り方を変えただけでなぜ2倍売れたのかについてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども、ワークマン成長の秘訣を知りたいと思って読んでいました。110分にまとめていますのでよろしくお願いします。60ページ。全社員がエクセルの達人。土屋氏は2012年4月にワークマン入社。前職でコンサルティング事業をゼロから立ち上げた経験があるだけに、心底驚いたのが、ワークマンにはデータがないという現実だった。そもそもどれだけ在庫があるのかという数量データがなかった。それでも作業服業界では2位以下を大きく引き離す独走状態。コンピューターでも安定して増収増益を続けてきた。しかし未知なる業態への進出となれば、どんぶり勘定では通用しない。在庫の数値がわからなければ、店に何をどれだけ並べていいのかさえもわからないからだ。何事もデータに基づいて検証しなければ、新しい売り場のフォーマットを作り上げることはできない。その思いは、栗山社長にも通じた。栗山さんもアナログワークマンからデジタルワークマンにならないといけないと言ってくれた。日本の小売でナンバーワンのデータ経営集団やデジタルワークマンプロジェクトが走り出した。それにしてもなぜエクセルなのか。土屋氏はエクセルがいいのは自分で考えるようになるからだと説く。実は AI の導入も検討したことがある。某有名 AI ソフトの有料講習会があり、データ分析の責任者を2名会場へ派遣した。受講料は何十万としたが、AI がどの程度役に立つのか確かめたかったのだ。実際の販売データなどを持ち込み、このソフトを試したところ、需要予測のアルゴリズムなどが短時間で自動生成でき、しかり、かなり使えることが分かった。確かに便利。しかし土屋氏は AI には欠点もあると導入を思いとどまった。AI にはプロセスがなかった。思考のプロセスがブラックボックスになって見えない。AI は大量のデータから相関関係を見つけるのは得意だが、ビジネスで必要なのはむしろ因果関係を見極めること。例えば給料が高いと業績がいいに相関関係を見出したとして、AI は因果関係までは示してくれない。普通に考えたら給料が高いから業績が良くなるということはありえない。業績が良いから給料が上がる。それが本当に正しいかどうかは実際に全社員、あるいは少なくとも一部社員を対象に賃上げをするなどして実験してみないとわからない。108ページ。打倒アマゾン。原価率 65% への執念。同質な競争しちゃダメ。消耗戦になって業績が、残業が増えてつまらない世界に入る。うちはアマゾンに定価で勝てる。価格 .com で一番になるものづくりしかしない。ダントツに安いが、安かろう悪かろうではない。しっかりと品質や機能性を保証する。それがワークマンの生命線であり、だからこそ多くの商品に愛されてきた。まず先に売価を決める。1円2円のしのぎ合い。なぜここまで安くできるのか。それは現場レベルでローコスト意識が徹底されている頃にある。116ページ。1900円で弾む厚底。値札を変えずに、見ずに変える靴。記録が出る魔法の靴として、陸上長距離界を席巻するアメリカナイキの厚底シューズ。2020年3月の東京マラソンでも日本新記録を叩き出した大迫選手をはじめ上位30人中実に28人が着用し史上稀に見る高速レースを引き立てた。実はワークマンにも厚底シューズがある。2020年4月、ファインドアウトブランドから発売されたのはアスレシューズハイバウンド。分子レベルから見て独自開発したという高反発素材を組み込んだ弾む靴で、靴底は全面ラバーで滑りにくく仕上げた。価格はなんと1900円。さすがに陸上競技を戦うスペック的には物足りないが、弾むためには
普通に歩くよりは明らかに次の一歩を生み出しやすい。なぜワークマンは1900円で発売できたのか。この魔法のように安い厚底シューズを生み出したのは、原点は980円の超軽量シューズにある。片足約 150g でブルーとグレーの2色展開。足の甲を覆うアッパー部分に通気性の良いポリエステルのメッシュを採用し、18年9月にはブラックとオレンジを追加して4色から選べるようになった。今や年間70万足を売り上げる大ヒット商品に成長した。143ページ。本物の熱いファンを身内化する。商品発売会を発展させたのが製品開発アンバサダー制度である。よくあるインフルエンサーマーケティングと一線を画するのは、芸能人や著名人を一切起用していないこと。重視したのはフォロワー数ではなく、ワークマンをどれだけ愛してくれているか、何百万人ものフォロワーを抱える有名人に PR してもらっても一過性で終わる。ところが、熱いファンは違う。その方にとってワークマンは自分の商品。社員が説明するよりもよっぽど熱く語る。それだけ好きでたまらないから。ファンだから文句も言うけど、それがいい。むしろ文句を取り入れて直していけばいい。だから、アンバサダーの条件は、日頃からワークマンの商品を着こなし、自ら積極的に SNS で発信していること、そしてワークマン愛に溢れていることと定めた。203ページ。とにかく競争したくない。誰も気づいていなかった市場の隙間を見つけて徹底的に攻め込むのがワークマンがワークマンたりうる理由である。40年もの間、作業服専門店として独走してきた DN が今なお生きている。うちはとにかく競争したくない会社だが。負ける勝負はしない。競争して負けるぐらいなら最初から勝負しない方がまだマシ。そもそもワークマンプラスがいけると読んだのも、ライバルが不在だと見たから。211ページ。打倒アマゾン3つのスローガン。1. アマゾンに定価で負けない。2. アマゾンに販促費で負けない。3. アマゾンに配送費で負けない。まずアマゾンで取り扱っている商品に価格で負けているようでは話にならない。そこでワークマンはどのメーカーよりも安く、機能性の高い PB の開発を進め、作業服には10年の供給保証をつけて参入障壁を高めた。第2に、テレビ CM などの販促費をかけなくても商品を売り切る力をつけなければならない。Amazon はダントツナンバーワンのブランド力があるため、宣伝しなくても人が集まり売れるからだ。だからこそ、インフルエンサーを組織化し、アンバサダーマーケティングに力を入れることをした。250ページ。5年で目標全達成、成果が出る組織づくり。1、社員1人当たりの時価総額を上場小売企業でナンバーワンに。2、新業態の開発。1、客層拡大で新業態へ向かう。2、データ経営で新業態を運営する準備をする。3、5年で社員年収を100万円ベースアップ。ワークマンが2014年に掲げた中期業態変革ビジョンで改めて振り返ると、見事に全項目で目標を達成した。株価が高騰に高騰を重ねたこと、19年12月17日、ワークマンは上場来以来の1万570円付け、時価総額は一時的に8600億円を超えた。当時の社員数で割ると、1人当たり28億円を上回った。これは上場企業全体で見てもトップクラスの水準だ。252ページ。ワークマンが変えたこと。1. オペレーションエクセレンシーからプロダクトエクセレンシーの SPA 企業へ。2. 前例踏襲の経営から何でもデータを見て変えていく経営に。3. 本気の経営。言ったことは必ずやるという凄みを見せる。これ以外にも、ワークマン成長の秘訣が具体的に紹介をされておりますので、
一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。